いくら何でも矢作義人調教師が縁を切った名騎手の転落劇とは、いくら何でもやりすぎましたね。とある関係者がこう発言したのは、2017年の毎日王冠出走前の調教でのこと。前哨戦にもかかわらず完璧な仕上げを見せてしまった騎手に対しての発言でした。渦中の人となったのはミルコ・デムーロ騎手。かつては年間171勝を挙げて JRA 最高勝率騎手にも輝いた一流ジョッキーです。そんな彼ですが、ここ数年はかつてに比べて成績が低迷していると言われています。その原因とは何なのでしょうか。今回はミルコ・デムーロ騎手がなぜ低迷期を迎えてしまったのか、その原因として挙げられている理由についてご紹介したいと思います。その前に公式 LINE で競馬の AI ツールも無料提供してますので、動画下の概要欄よりチェックしてみてください。ミルコ・デムーロ騎手のプロフィール。ミルコ・デムーロ騎手は1979年イタリア生まれ。弟のクリスチャンも騎手でたびたび来日しているので競馬ファンにはおなじみですが、実は父のジョバンニや妹のパメラも元騎手という競馬一家の出身。1994年にイタリアで騎手免許を取得すると、1997年から2000年まで4年連続でイタリアのリーディングジョッキーとなります。初来日は1999年。当時から騎乗センスへの評価は高く、2001年にはミスズ・シャルダンとのコンビで小倉大賞典を制して重賞初制覇。さらに2003年にはネオ・ユニバースとのコンビで皐月賞、日本ダービーの2冠を制覇。特に日本ダービーは外国人騎手として史上初の優勝でした。当時は規定により菊花賞には騎乗できないはずでしたが、同一馬で G1 を年間2勝以上すれば、その馬が同年に G1 に参戦した際に騎乗を認めるという新しい規定が生まれる契機にもなりました。菊花賞では残念ながら3着に終わり、3冠達成とはなりませんでしたが、このコンビの印象が残っているファンも多いのではないでしょうか。その後も大和メジャーやスクリーンヒーロー、ビクトワール・ピサといった名馬とのコンビで数々の G1 を制覇。短期免許ながら素晴らしい活躍を見せました。馬の力を引き出すその騎乗ぶりはミルコマジックとしてファンにも認知されていますね。そして2015年に念願だった JRA の騎手免許試験に合格。クリストフ・ルメール騎手とともに外国人として史上初の通年免許取得者になったのです。晴れて JRA 所属となったデムーロ騎手はすぐに大活躍。なんとデビュー初日から大和マッジョーレとのコンビで G3 阪急杯に優勝。最終的には年間118勝を挙げて JRA 最多賞金獲得騎手に輝きました。いやが王でも注目が集まるデビュー年に結果を残すとはさすがですね。その後も成績を伸ばし続けたデムーロ騎手、2017年には年間171勝を挙げて JRA 最多勝率騎手に輝きます。その活躍は重賞でも遺憾なく発揮されて、2019年にラブズオンリーユーでオークスを制したことで牡馬牝馬クラシック5大競争を完全制覇。8大競争完全制覇まで残すところ天皇賞春のみとなっているのです。成績の低迷。そんなミルコ・デムーロ騎手ですが、実は2019年から成績が低迷していると囁かれているのです。2018年は年間153勝を挙げたデムーロ騎手でしたが、翌2019年は年間91勝と100勝に届かないという結果に終わってしまいます。以降は2020年65勝、2021年75勝、2022年72勝と確かに成績が落ちていることがわかります。なぜ急に成績が落ちてしまったのでしょうか。もちろん年齢的な要因はあるかもしれませんが、2019年のデムーロ騎手は40歳、まだまだ現役で頑張れる年齢です。そのため成績低迷の原因は加齢以外のところにあるのではと考えられているのです。ここからはその理由として挙げられている原因を5つ紹介したいと思います。低迷の原因1、性格の問題。一つ目の理由として挙げられるのが性格の問題です。レースで勝つと笑顔で感情を爆発させる様子が印象的なミルコ・デムーロ騎手。競馬ファンからするとお調子者や豪快といったイメージですが、その性格が原因でトラブルになったこともあります。
有名なのがゴールするときに見せる飛行機ポーズ。これはサッカー元イタリア代表ヴィンチェッツォ・モンテッラ選手のゴールセレブレーションにちなんだものなのだとか。確かにかっこいいポーズですが、これは大変危険な行為。時速60から70キロにもなるという競走馬の上で両手を離すわけですから当然です。落馬した場合には自分のみならず他者も巻き込む危険性すらあります。飛行機ポーズはコパノ・リチャードで高松の宮記念を制した際やサンライズ・マックスで中日新聞杯を制した際などに披露して JRA から過大金の制裁を課されたりもしています。また天皇賞秋での再敬礼も有名ですね。2012年の天皇賞秋を AC フラッシュとのコンビで制したデムーロ騎手。このレースは天皇皇后、現在の上皇上皇后が観戦される展覧競馬として開催されました。ウィニングランを終えたデムーロ騎手はメインスタンド前に向かうと、なんとおもむろに下馬をして再敬礼をしたのです。競馬史に残る印象的な場面ですが、これは明らかなルール違反。競馬施行規定には、7着以内の騎手は騎乗したまま権利を受けなければならないと明記されているのです。結局この時は審議対象になったものの不問とされましたが、関係者はさぞヒヤヒヤしたことでしょうね。2017年、小倉の未勝利戦では川田騎手に肘打ちをしたとして処分を受けています。映像からはデムーロ騎手が肘で押す様子と川田騎手を睨みつけるような仕草が見て取れます。進路を絞られたことに対する報復だと思われますが、下手をすると相手が落馬しかねない危険な行為でした。その他にも皐月賞での松山騎手との一悶着や有馬記念での社交で海老名騎手が激怒したという話もあります。熱くなるのがデムーロ騎手の魅力ではありますが、危険な行為は慎んでほしいですね。低迷の原因に故障馬が多い。二つ目の理由として挙げられるのが騎乗馬に故障が多いことです。2015年から2018年にかけてデムーロ騎手とコンビを組んだ8頭のうち実に6頭が故障してしまったのです。その中にはデュラメンテやリオンディーズ、ジュエラーなど共に G1 を制した馬たちが引退を余儀なくされてしまったケースも。このことから馬主に騎乗依頼を敬遠されているのではと言われているようです。偶然だとは思いますが、 G1 馬ですからどうしても悪目立ちはしてしまいますね。低迷の原因3、離婚。3つ目の理由として挙げられているのが離婚です。ミルコ・デムーロ騎手の元妻は美人と有名だったマルティーナさん、なんと10歳も年下の奥さんでした。2015年頃には G1 を優勝すると傍らにマルティーナさんと娘さんの姿がありましたが、2016年の末頃からその姿を見かけなくなります。そして競馬関係者からの証言として2018年に離婚したと報道されたのです。この報道に対してデムーロ騎手は特に反論しなかったので、離婚したというのはおそらく事実だと思われます。理由としては奥さんと娘さんが日本に馴染めなかったことが考えられます。情熱大陸でデムーロ騎手の密着取材が行われた時のこと、京都の自宅で家族団らんを楽しむデムーロ騎手でしたが、納豆を食べた娘さんが一言、箱を食べるか中身を食べるかと聞かれたら箱を食べる。なんとも外国人らしいユニークな発言ですが、納豆が口に合わなかった様子。デムーロ騎手自身は新幹線でも納豆を食べるほどの親日家ですから、イタリア暮らしが長い奥さんや娘さんと意見の不一致があっても不思議ではありませんね。とはいえ離婚したと思われる2017年は JRA 賞にも輝いた年ですから、低迷の原因ではないと思われます。有名人だと何かと理由をこじつけられることも多いので、これは少しかわいそうですね。低迷の原因4、エージェントの変更。4つ目の理由として挙げられているのがエージェントの変更です。エージェントとは騎乗依頼仲介者のことで、騎手が馬主や調教師から騎乗依頼を受けるにあたってその代行を行う代理人のことです。エージェントの多くは競馬新聞やスポーツ新聞の記者で占められています。有名なエージェントは一流ジョッキー複数人と契約していることも珍しくありません。デムーロ騎手は2019年4月にエージェントを井上雅之氏から大谷博樹氏に変更しました。井上氏は川田騎手と同じエージェントです。
そのため川田騎手に良い馬を回していることで自分が割を食っていると感じたと考えたから、エージェントを変更したと考えられているのです。実はデムーロ騎手がエージェントを変更するのは初めてではありません。以前はルメール騎手と同じ豊沢信夫氏にエージェントを依頼していました。ところがルメール騎手に優先的に良い馬を回していると考えて、2016年10月に井上氏に変更したという経緯があるのです。こうした行動があだとなってしまった結果、騎乗馬の数や質が下がってしまったのではと考えられているのです。低迷の原因5、調教師の指示を無視。5つ目の原因として挙げられているのが調教師の指示無視です。冒頭で触れた2017年の毎日王冠出走前の調教、デムーロ騎手がコンビを組んだのはリアルスティールでした。前年に海外 G1 ドバイターフを制していたリアルスティール、調教師の矢作氏をはじめとした関係者にとっては日本での G1 制覇が次の目標でした。そのため前哨戦であるここでは軽く流して余力を残し、本番である天皇賞を秋につなげたいという思いがあったようです。しかしデムーロ騎手はその意に反して目一杯の調教をしてしまいます。販路で記録した4ハロン49秒6は自己ベストを0秒6も更新する猛烈なタイム。調教後に取材を受けたデムーロ騎手は、1週間前だったからある程度はやっておきたかったと陣営のプランなどどこ吹く風といった様子。しかも本番である天皇賞秋ではリアルスティールに騎乗しないため、その行動の理由についていろいろと推測されてしまうことになります。つまり天皇賞秋では調子のピークを過ぎたリアルスティールを騎乗が決まっている里のクラウンで任しやすくしようというものです。もちろん邪推の息を出ませんし、以降も矢作厩舎の馬には騎乗していますが、敬遠する馬主や調教師が出ても不思議ではありませんね。実際ビクトワールピサやリオンディーズなどで数々の G1 を共に制したスミー厩舎からの依頼は2019年前後で激減していますから、成績不振の原因と考えられるのも無理はありません。復調の兆し？そんなデムーロ騎手ですが、復活に向けて色々と動いているようです。ネオユニバースなどの頃から関係が深い車大レースホースやサンデーレーシングなどのノーザンファーム系のクラブからの騎乗依頼が減る一方で、2022年はサラブレッドクラブ、ラフィアンからの依頼が増加しました。特に2021年、ユーバー・レーベンとのコンビでオークスの優勝は印象的でしたね。また、エージェントを川島康隆氏に変更したりもしています。関東での騎乗数が増えてきているのも、騎乗数を増やして結果を残したいという気持ちの表れなのかもしれません。まとめ。以上になりますが、いかがだったでしょうか。今後の復活を期するデムーロ騎手、うまくハマれば一級品の実力を見せる騎手だけに、彼が再び大舞台で活躍して笑顔を見せてくれるのを期待したいですね。最後に私の公式 LINE で回収率 120% 超えの AI ツールを今だけ無料でプレゼントしておりますので、動画下の概要欄から LINE に登録してぜひ受け取ってください。それでは。